はい、皆さんこんにちは、ケントです。普段栄養学にまつわる書籍の執筆やおよそ4500セッション以上の栄養指導なんかもさせていただいております。本日皆さんにお伝えしたいテーマなんですけれども、そろそろ減量シーズンに入られる方も多いのかなというところで、減量中にこれはいいんじゃないかという激推ししたい寿司ネタ3選についてお届けができたらなと思っております。もう日本が世界に誇る一大文化、寿司、これをやっぱり減量中に取られている方も多いと思いますし、僕なんかも今マレーシアから車で1時間ぐらいのところ、標高 1700m のゲンティハイランドってところにいるんですけど、やっぱたびたびね寿司恋しくなるっていうところもありまして、本日は栄養学ロジック、そして科学的根拠に基づいたダイエット向けの寿司ネタというのを3つ紹介していこうと思います。でただただ皆さんにお勧めするだけではなくて、注意点であったり摂取する上でのポイント、知ってて損しない豆知識なんかもお届けできたらと思っておりますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけましたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで本日は冒頭にもお伝えした通り、減量中におすすめしたい寿司ネタ3選というテーマでお届けをしていくわけなんですけれども、これ3つに絞るのねとても大変でした。というのもやっぱり寿司ってクリーンなものが多いですので、一概にランク付けをするっていうのも非常に難しいですし、あくまでも今日皆さんお届けするものっていうのは僕の栄養学的な観点で選んだ3つということで、もしかするとね皆さんから見たらこれいいんじゃないのっていうふうに思うものもあると思います。そういったところも含めてぜひコメント欄にいただけたら嬉しいです。だらだら喋ってもしょうがないと思うので、結論からお伝えしますと、今日3つですねお届けしたいのが、まず1つ目マグロの赤身の定番ですね。そして2つ目これが甘い、3つ目カツオのたたき、この3つになります。寿司ネタといったらこの3つともね結構定番のものだと思いますが、複数ある中であえてこの3つをなぜ選んだのかっていうところであったり、あとはここには入らないんだけれども意外なあの食材っていうところですね、1つ番外編で寿司ネタ用意しておりますので、特定のケースに応じてこれもいいんじゃないのというのも重ねてご共有ができたらと思っております。早速まず一つ目マグロの解説に入っていく前に、寿司ネタって皆さん大体ね回転寿司とか2貫ずつ出てきたりだとか、ちょっといいお寿司屋さんなんかに行くと順々に1貫ずつ出てくると思いますが、カロリーに大きな違いが実はあるっていうことをご存知でしょうか。2貫で見た時にね、少ないカロリーのものですと70キロカロリー前後のものもあれば200キロカロリー以上のものもあるので、変にここのチョイスを間違えてしまうと満足度に対してたくさんのカロリーを取りすぎてしまうっていうケースもあるんですよね。ただしここをちゃんと理解して寿司ネタを選ぶことができれば、減量中なんだけれどもストレスのない食事管理っていうのもできると思いますので、ぜひ知っておいて損はないのかなというところで、まず一つ目マグロですね。世界全体の漁獲量の中の 30% の消費を実は日本人が占めていると言われるこのマグロですけれども、やっぱり寿司ネタの定番としてねいろんなものがあります。漬けマグロもあれば中トロもあれば大トロもある。でもやっぱり今回皆さんにお勧めしたいのはね定番の赤身になるんですね。ものにもよりますし部位にもよって若干異なるものの、2貫でおよそ90キロカロリー前後になると思います。 100g あたりのカロリーをまず見ていきたいと思うんですけれども、エネルギーが125キロカロリー、タンパク質が 26.4g、 脂質が 1.4g、 そして炭水化物が 0.1g です。もう見ていただいて分かる通りほぼほぼタンパク質の塊です。でこういったタンパク質が豊富に含まれている食材いろいろありますよね。お魚だけじゃなくてお肉類とか豆とかあるものの、 100g あたりで 26g タンパク質が賄える食材って探そうと思ったら相当難しい、とても稀有な存在なんじゃないかなと思います。それでいて脂質がほとんど入っていないっていうところで、実はねマグロの種類によってもこの脂質量ってのは少なからず違っていて、今お伝えしたのがクロマグロのマグロ栄養素なんですけれども、キハダマグロですと100g あたり 24g のタンパク質があって、脂質っていうのは 0.4g ほどになります。逆にメバチマグロだとクロマグロよりも 10%、20% タンパク質が少なくなって脂質としては同じぐらいですので、どうですかね、マクロ栄養素的に言うのであればキハダマグロがね選べるのであればベストかなと思いますが、本当先ほどもお伝えした通り取れるシーズンとか、あとはどこの作取りをするか部位によっても全然ねマクロ栄養素って違ってきますので、種類だけで語るっていうのもそんなに意味がないことなのかなとも思います。でこちらがビタミン、ミネラルのバランスなんですけれども、見ていただいて分かる通り結構バランスがいいですね。何か足りない部分とかここが不足してるみたいなのがあんまりなくて綺麗なバランスです。で人によってはねマグロってリンが多いから、このリンってカルシウムと結合してしまってカルシウムの吸収を抑えてしまうんじゃないかというところで心配されている方いらっしゃるかもしれないんですけれども、マグロに含まれている量って 100g 取っても 270mg ぐらいのリンですので、これぐらいの量であればカルシウムと結合しての吸収阻害っていうのは心配する必要ないのかなと思います。あともう一つ、やっぱりマグロといえばね多く含まれているミネラルにセレンというものがあります。でこのセレン当然取りすぎも良くないんです
ですけれども、適量の摂取っていうのは体の生理機能維持に最低限必要な栄養素でして、女性の方でいうと月経不順が起こっている方、そして男性の方でいうとテストステロン値が低くなってくることによって年々ですね、男性更年期の症状が出てくると、こういった症状の緩和にセレンの摂取量っていうのが相関関係がある、期待できるんじゃないかっていうのは最近複数の文献で言われていて、今後も、ね、個人的に注視していきたいところかなと思っております。ちなみにマグロ 100g 取りますと BCAA ブランチドチェーンアミノアシッドですね、ロイシン、イソロイシン、バリン、これがね大体 4.5g ぐらい取れます。そして EA 必須アミノ酸でいうと 12.4g ですので、普段プロテインパウダーとか EA 取ってる方っていうのは食材に置き換えた時にマグロだとどれくらい取れるかなっていうのを比べてみても面白いかもしれません。こういう赤身の食材ってクレアチン豊富に含まれている印象あるかもしれないんですけれども、マグロに含まれているクレアチンの量っていうのは他のお魚類に比べると多い方とは言われるものの、 100g あたり 0.45g 程度になります。なので1日にたくさん食べてね、マグロのステーキとかで 200g 食べたとしても 1g に満たない程度のクレアチン量なんですよね。なのでそういう意味ではクレアチンがたくさん入ってるからマグロを取るっていうような意思決定というのはやや短絡的なのかなとも思いますね。この辺は注意が必要です。ウェブのメディアなんか見てるとクレアチン豊富だからマグロ取った方がいいよとかって書かれてるところよく見かけるんですけれども、1日に必要なクレアチンの量って大体 3g から 5g ぐらいですよね、クレアチンモノハイドレートでいうと。そこにはマグロを1日に取れる量ではたどり着けないかなと思います。次2つ目がね、甘エビです。これ個人的に大好きっていうのもあるんですけれども、甘エビじゃなくてね普通のエビでも大丈夫ですが、まずマクロ栄養素を見ていきましょう。 100g あたりで見ますと 87kcal、タンパク質が 19.8g、 脂質が 0.3g、 そして炭水化物が 0.1g です。甘エビ2貫のカロリー、これもシャリの大きさとかによってねもちろん変わってくるわけなんですけれども、およそ 74kcal 前後で、甘エビを今回僕がチョイスさせていただいた理由が、そもそも2貫あたりに占める摂取カロリーが少なくて済むというところが1個挙げられて、かつ良質なタンパク質が取れる。これを見ていただいて分かる通りね、ほぼほぼタンパク質の塊です。こういう魚介類っていうのはタンパク質優位になりやすいんですけれども、その中でも低脂質高タンパクっていうのが両立されている食材代表格の一つなんじゃないかなと思います。アミノ酸組成を見ても特定のアミノ酸が少ないとか、正アミノ酸といって一番含有量の低いアミノ酸のバランスが良くないっていうこともありませんので、安心しておすすめできるのかなと思いますね。でこれは好みに応じて甘エビなのか茹でたエビなのかっていうチョイスしていただければいいかなとは思いますが、あまりにも加熱しすぎてしまうとタンパク質の二次構造っていうのが変化してしまって、専門用語で言いますとバイオロジカルバリューという言葉がありまして、口から入れたものがどれだけ本当に筋タンパクとして合成されているのか、体に使われているのかっていう指標があるんですけれども、それが若干落ちてしまいますので、本来ですとやや加熱をしたぐらいがちょうどいいんですけども、甘エビどうでしょう、寿司ネタとして何十貫も食べるっていうよりはお寿司屋さんに行って1貫2貫、場合によって多くても3、4貫ぐらいだと思うので、火が通ったものよりは消化がしやすいっていう面も踏まえまして、今回は1つ入れさせていただきました。中にはね生ものだと消化苦手っていう方もいらっしゃるかと思いますので、その辺は各自のコンディションに応じて書いてみてください。ただ1点この甘エビにも注意点があります。というのもプリン体が多いというポイントなんですよね。プリン体ってどうしてもこの海産物系に多い傾向があるんですけれども、その中でも特に多いのがこのエビです。おおよそですねプリン体が多いと言われるササミあるじゃないですか。ササミの 1.8 倍ぐらいのプリン体の量があります。尿酸値がもともと高めの方とか、痛風の予備軍ですよ、気をつけてくださいねって言われている方なんかはここは注意していただきたいですね。ただこれもですね、そんなに1日バクバク食べるというシチュエーションがなければ問題がないレベルだと思います。最後3つ目、これがねカツオになります。カツオもこれ2貫で 78kcal 前後ということで、ヘルシーな寿司ネタの代表格だと思うんですね。カロリーを見ていきますと、カツオを 100g あたりで見るとエネルギーが 165kcal、 タンパク質が 25g、 脂質が 6.2g、 炭水化物が 0.2g です。でこれまでのものと比べると脂質が多いなという印象あると思うんですけれども、この脂質 6g ある中の約3分の1っていうのがねオメガ3で構成されておりまして、 EPA とか DHA とか、まあ、こういう体の構成材料、そして脂肪燃焼に必要不可欠な脂肪酸が取れます。他の食材に比べてもこのオメガ3が 30% あるっていうものは極めて稀な食材になりますので、おすすめしたいポイントでもありますし、やっぱりカツオというとね他の食材にないもの、これがねイミダゾールペプチドなんですよ。なんだそれ聞いたことないよっていうツッコミももしかしたらあるかもしれないですけれども、イミダゾールペプチドというのは特定のアミノ酸になります。必須アミノ酸の必須人というものと、もう一つのアミノ酸がくっついたこの2つのアミノ酸ですね、ジペプチドと言いますけれども、これを総称してイミダゾールペプチドと言います。で特にこのカツオにはアンセリンというイミダゾールペプチドが多くなっていて、このアンセリンというのはヒスチジンとベータラニンがくっついたものなんですね。一番有名な働きとしてはやはり抗疲労効果、あとはコルチゾールの抑制です。アンセリンが多く
体内に入ってくると、トレーニングをね一気にした時なんかに起こる pH 低下の干渉作用っていうことが期待できます。どういうことかと言いますと、トレーニングすると乳酸が分泌されますよね。その乳酸きっかけで水素イオンが上がってきます。水素イオンが上がると人間の pH バランスっていうのはやや酸性に傾いてくるわけです。この酸性に傾いてくる状態が続けば続くほど人間というのは主観的疲労度を感じやすいと言われるわけですけれども、このアンセリンというのは酸性に傾いてくるところを元に戻す作用、正常値に維持するような働きがあります。イミダゾルペプチドって複数ありまして、アンセリン以外にもカルノシンとかバレニンというものがあるんですけれども、特にこの pH 干渉作用を持っているのがアンセリンの代表的な役割でして、 100g あたりカツオだとねだいたい 1200mg ぐらいアンセリン入ってるんですが、これを牛肉だとどうなのかっていう点で見てみると 100g あたり30から 90mg ぐらいです。なのでいかにカツオが優れているのかっていうのが分かると思います。カツオと同じぐらいこのアンセリンイミダゾルペプチドっていう点で注目されているのが鶏胸肉もしくはささみだと思うんですね。こういったところでもマックス 1000mg ぐらいかなと思いますので、アンセリンという面ではやっぱカツオが突き抜けてるんじゃないかなと評価するところですね。あとは17名の方を対象に純粋な水とあとはアンセリンを含む水分摂取比較した時に、コルチゾール濃度の低下と主観的疲労度の減少を確認できたっていう文献もあるように、複数の研究でも抗疲労効果っていうのが明確になっておりますので、連続してねお仕事の残業が続いて疲労を感じているとか、減量中にハードのトレーニングを続けていってちょっと体がしんどいなって思った時には、こういったミザゾルペプチドを含むカツオだったりあとは鶏ささみもそうですけれども、継続的にある程度の量を摂取してみると体にその働きっていうのが現れることが期待できるんじゃないかと思います。番外編として一つ皆さんにシェアしたいなと思うのが、実はイクラなんですよね。イクラっていうともしかしたら皆さんからすると意外かもしれません。なんかあんま栄養なさそうなイメージあるかもしれないんですけれども、このイクラもねカツオと似ていて、良質な脂質って定義がね、まあ、曖昧ですけども、オメガ3が比率としてたくさん入ってるよっていう優秀食材です。ちなみに 10g 脂質があるとすると、イクラの中に含まれているオメガ3の含有量というのは 3g、 30% ですね、ありまして、オメガ3っていうと皆さんサバがねパッと思いつきやすいと思うんですよ。青魚代表でね、でもサバは 10g の脂質で見た時に 1.3 から 1.4g 程度のオメガ3なんですね。なのでサバのオメガ3の倍イクラの方が入っているよということも言えますので、イクラね2貫だと大体110キロカロリーで、さっき紹介したカツオとか甘エビに比べると若干カロリー上がるんですけれども、それでもね脂質いいものを取りたいっていう人はイクラ試してみてはいかがでしょうか。最後注意点というか、こういう寿司ネタは気をつけて見た方がいいんじゃないかというところでいくつか挙げたいのが、まず一つネギトロですね。これがねだいたいものにもよるんですけれども、200キロカロリーは超えてきてしまう。あとは回転寿司でよくあるのがツナマヨネーズとかサラダ軍艦系のもの、これはね見た目以上にカロリーがあるっていうケースありますので、減量中の方は気をつけてみていかがでしょうか。ということで本日はダイエット減量されている方におすすめな寿司ネタということで、あくまでも僕の主観的な観点、栄養学的なロジックっていうところで3つご紹介させていただきました。もしね面白かった、参考にしてもらえたと思ったらグッドボタン、チャンネル登録していただけますと非常に嬉しいです。その他自分はこういう寿司ネタいいんじゃないかとかね、これじゃないのっていうのがあったらコメント欄にお願いします。他にもインスタグラム、ノート、ツイッター、そして最近ね実はほぼ毎日更新しているサブチャンネルで僕の私生活の様子だったり日々の考え方っていうのを共有させていただいております。加えて栄養の学校 NNC もね頑張ってやっておりますので、この辺も重ねてチェックしていただきますと幸いです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。